ちょっとごめんなさいね。グローバルの牛刀ですね。G55。今グローバルイーストとかに、ここに何か書いてあるんですよ。まあ持ち方がまず大事で、まあ、こういうふうに構えるんですけども、でよく砥石に対してですね、この45度の角度で構えましょうみたいな話するじゃないですか。でなんで45度かっていうとですね、この手首の角度がですね、こうするとですね、むちゃ無理が出るじゃないですか。でこうしても無理が出るじゃないですか。でまあこう普通に体が正対してる時にこう構えた時に45度ぐらいがですね、スムーズに構えれますよというだけでですね、別に45度でも体自体がこっちに曲がってしまえばこういうふうに研いでもいいし、この砥石に対する角度は、まあ、極論何度でもいいですけど、これを斜めに構えた方が、研ぎやすいですよというのがまず一つ。それで、高さというのがありまして、キッチンの高さが非常に低いとですね、これ僕今、台を2台連結させてますけども、ごめんなさい。例えばですね、これが低いとですね、やっぱり手首が無理が出るんですよ。可動域に無理が出る。で、適正な高さだとこうそんなに手首くにゃくにゃ動いてないんですよね。無理にならない。これがまた高すぎるとですね、手首に、カメラにはちょっと映らなくなりましたけども、角度に無理が出ちゃうっていう、こうなった時に縮こまっちゃいますよね。で、要はですね、砥石に対する刃物の角度っていうのを一定に研ぐんですよ。まあ一定にではないんですけど、実は好きな角度に動かせるようにしないとダメなんですけれども、そのまあ一定に動かすというのが基本なんで、一定に動かすとするとですね、この角度がここに行った時もここに行った時も一定であるためにはですね、手首は動かないとダメなんです。棚心の角度が同じですけれども、ここが変わっておるということは手首でその角度を調整してるんでですね、こっちの手で持つ方の手で、でちゃんとこの角度を維持できるようにですね、これが常にですね、もう僕なんか無意識になってますけども、くにゃ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 こういうふうに曲がってるわけですね。でそれが無理が生じる角度でですね、高さも遠さも、この方向もですね、この手首に無理が出る角度でやるとですね、まあまず失敗します。でそれで練習しようとしても永遠にうまくないでですね、まず家のですね、ご自宅の研いでるところでですね、こう前後させるときにですね、ここに無理が生じないか、持ってる方の手の手首に無理が生じないで、このちょっと浮かした角度で今研いでるんですけども、ちょっと浮かした角度で研ぐためにはですね、この指で一生懸命押さえてもですね、角度って決めれないんですよ。でこっちの手首でこういう風に角度を決めるしかないんでですね、こっちの手で角度を決めれるようにこっちでしっかり持たないとダメで、今この時にでね、まあいろんなパターンがあるんでですね、一概にどうとも言えないんですけども、この中で今多分一番力が入ってるのはこれなんですよ。この3本の指で角度を今は押さえてる。でこれがですね、もっとちっちゃい刃物だとこの2本でですね、角度をキープさせる時もあるんですけども、それはまあ時と場合によって変わるんですけども、とにかくこっちの手でですね、この絵を持っている方の手でですね、しっかり持つっていうことが大事です。で、前後をさせる場所を決めるのと、あと持ち方ですね。それで、まあ、初めのうちに練習っていう意味ではですね、もうとにかくこの一定の角度でですね、前後させるよっていう、この練習をですね、するのがいいと思います。で、今、当たってるところ分かります?はい。このですね、ちょっとすみません、カメラ優先しちゃいますけどもですね、ごめんなさい、ごめんなさい。当たってるところがですね、刃先の方が白くなってるのがこの角度で見えますかね。刃のもうギリギリのところ白いですよね。で白いところは当たってないんですよ。
で角度が変わってるから光の反射が変わっててですね、で、あの砥石に当たったところがザラザラしたところっていう感じでですね、はい、まあ、あの最終的には刃先が当たる分まで研ぐわけですけども、あの研ぎ始めの段階ではですね、刃先はまあ当たってなくてですね、この横面のところを研いでるんだけども、それをあの僕がまあ最初に言ったやろうって言ってたのはですね、もうこうやってですねベタッと寝かしちゃってるんです今は。もうちょっと実はここから始めるんですけども、なのでこれを最初に見せてしまうとですね、家でこんなことあんまりやらないんでですね、参考にならないかなと思って角度って言ったんですけども、もう僕の場合はもうこんな当て方しちゃう。それで全体的に厚みを、あのこの辺の厚みを薄くしていく、ここのギリギリのところだけ薄くするって実はできなくてですね、まあだからあのこういう風に分厚いのここだけ薄くするってできなくて、ここからやっぱり薄くしていかないとですね、薄くならないんで、それでやっぱ上の方からですね、これはかなり分厚いんでですね、上の方から攻めていくっていうことになりますけども、でこの今まあこれを始めからですね何も言わずに見せるとですね、こういうものかと思ってしまうとですね、まあ家でこんなことする人はいないですよってことですね。私も、はい、こういう縦でやってます。縦で角度を大きくして、そうなりますね。それの方が効率がいいっていうか、効率がいいっていうかね、まあだからあの考え方としてですね、切れ味に影響する、包丁の切れ味に影響するのがですね2つあってですね、1つはまあ全部の刃物に共通なんですけれども、刃のこう鋭くなっていってる先っぽのですね、ここの薄さ、これも幅ゼロっていうのはありえないんでですね、顕微鏡とかで見るとですね、研いだ後で1ミクロンぐらいの幅になってるんですよ。1000分の1ミリとかの幅になってるんですよ。それぐらいになってるんだけども、それがまあ使っていくとですね、切れなかった包丁の刃先が40ミクロンぐらい、お客さんから注文で出てきたやつをですね、一回測りにしてどんなものかなと思ったらですね、40ミクロンぐらいの幅だったんですよ。でもなんか形はこんな形になってました。で、まあこれは切れんだろうなと思ったんですけども、40ミクロンでも 0.04 ミリで髪の毛の半分の厚みなんですけども、それでも切れ味悪いっていう風になってたんで、そこの幅を狭くするというのがですね、まず第一で、それをの先端の部分のことだけ考えると、こうやって角度を大きくした方が早いんです。ただその包丁の場合に関して言うとですね、切った後に食材の中に刃体をこうズルズルズルと入れていかないとダメなので、包丁に関してはまあ横の厚みをですね、すごいしてあげないと、薄くしてあげないとっていうかですね、あるレベルで、厚みが分厚すぎるとですね、この刃先がいくら鋭くても1ミクロンが 0.1 ミクロンになってようがですね、横の抵刃の方が大きくなった時点で刃先がそれ以上薄くなっても関係ないじゃないよっていう、そういう風になってくるんで、まあ、横の厚みも塗ってあげましょうか。それで、それをまあ一回もやった痕跡がなかったんでですね、で家で研いでらっしゃって、かつこのギコギコで研いでるとですね、ギコギコは最後ここ何回か、ギコギコは横を研ぐっていうのはもう絶対に不可能じゃないですか。横に当たるものは何もないんでですね、で、ギコギコだけじゃダメですよと。で今、厚みを抜いていったのをですね、まあ、完全にベタッと寝かしてたですね、まあ、僕はこれを第一研ぎ角って言ってるんですけども、ベタッと寝かす第一研ぎ角からちょっと浮かした角度でも刃先はまだ当たってないんですけども、第二研ぎ角っていうのにここから移行していくわけですね。でまあ刃先が当たるくらいまで、それでこんな感じですね。だから家で研がれる場合はこの第二研ぎ角ですね、ベタッと寝かしたところにもちょっと浮かすけども、切れ味が戻ってよく研げてるときはこの第二研ぎ角の段階でもう刃先が当たるんだけども、切れ味が悪くなってるときはこれがこうなってるわけですから、こうなってるのの、ここを研ぐ、
いきなりここを当てようとすると破格度がでかくなっちゃうんで、っていう、そんな感じです。こんにちは、おはようございます。ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。すごくよく切れるようになりました。あ、本当ですか。怪我しなかったですか。怪我しなかった。大丈夫です。結構1割ぐらいの人が指に入ってます。え、本当。これがあの、え、まあ、そんなに、これの方がね、ちょっと切れ味怖いと思うんで。あ、見せていただく。スワ包丁。これは片刃の包丁なんで、あのちょっとまた違うんですけどね。すごくこれ使い、今でも使いやすいから。あのね、これあの薄刃はね本当に怪我する人結構多いんで、あの刻み物とかしてる時に、あの、本当に気がつかないうちに切っちゃってる。あのね、爪とかに当たって抵抗が入って、パッて見たら爪が添えてたりするんですよ。とか皮一枚が添えてて近づいてないとか、そういう時があるんで。入っちゃうんで、薄刃はね、そんな包丁なんで、ちょっと特にね、あの、気をつけてください。危ないんですよ、本当に危ないんですよ。本当、理想は何月に1回ぐらい？人によるんで分かんないっていうのが実際なんですけれども、一応に、あの、分かんなかったら2ヶ月に1回ぐらい持ってきてくれたらいいかなっていう、それで、あの、全然大丈夫な人は解かなくていいですって言いますし、そうですか。あの、わかりました。もっとまめに持ってきてくださいっていう人もいるかもしれないし、あれです。使う頻度です。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。人によって本当まちまちなんですよ、それが。手ではちょっとよとげんと思いますし、右手でも、こんなスピードではですね、怪我をしますんでですね、まずはこのゆっくりですね、体ごとこんな動く感じでもいいと思うんですけども、とにかく砥石に対してですね、包丁の角度を一定にするような感じでですね、体ごと動いてあげる方が手首をあんまり動かす量が少なく済むんでですね、それも多いかもしれないし、まあ、とにかく丁寧に丁寧にですね、角度をぶらさないようにっていうのができるまで、これはもう、あの、もう反復して体で覚えるしかないんで、神経に覚えさせて、神経の回路を作っちゃうしかないんで、野球とかテニスとかの素振りと同じようなことだと思うんですけども。反対側はすごいやりづらいんですよね。反対側はね、多分あのこうして持ってやると思うんですけど、反対側をやるときにこのままだとですね、まあこうなるからこうするんですけど、さっき言ったようにこれやっぱり手首の角度がこうなっちゃうんで、あの体をこう向けちゃうとまだそんなにこの手首に無理がかからないから、もう横を完全に向く感じでこうやって研いだ方がいいです。あのなんかね、砥石をこうやってこんな風にしてる人も聞きました。動画とか見てると、ね、器用ですっていうか、こうやるとですね、こうやってこういう風に動かすとですね、これはまあ台があれですけども、あの要は手首がこうやれば手首に無理がかからないんで、こう動かしちゃうと、まだそのこのグラグラは抑えれる。これをこうしてるのと理屈は同じなんで、こんな感じですね。抵抗、手首のね、角度に可動域、手首の可動域っていうのが決まってるんで、それがスムーズに動かせる空間の範囲で動かすっていう、まあ、言ってることなんか分かりにくいかもしれないですけど、いや、分かります。分かります、うん、もちろん、もちろん。そう。その、この、これがこうなって、これからさらに動かすっていうのは無理だし、これからさらに動かすっていうのも無理なんで、この範囲で動かすっていう、動く範囲に体の方が動いちゃうっていうのが大事なんで、それで高さっていうのがまずすごい大事になってくるんで、
家で飛ぶときは高さをとにかくまず最初に見直してください。無理になってないかどうか。で自分が近いところから私がこうやってこうやって移動しながらやってますもんね。本当ですか、うん、やっぱりだ存在自体が私の身長に合わせてだから高いんですけど、はい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 、やっぱり疲れてるともう一段かなしたりしますもんね。お厚めのまな板出してとか。ああ、はいはいはい。お料理するときも結局包丁も角度って同じことだと思うんですよ。だから、プロの人のキッチンとかに行ってみさせてもらうと、やっぱり、割と男性のシェフのお店だと高いですね。普通の家とかよりも考えてるなと思いますね。そうですね。うん、それが大事。疲れないっていうのは。この2本が荒砥石、両方同じ番手の荒砥石なんですけど、ちょっと性質が違うんです。でこれがちょっと荒砥石よりも、細かいけども粒子っていうかね、研磨材が中に入ってるんですね。その研磨材の大きさがさっきのよりも小さいけれども、中砥石よりも粗い。まだ中砥石です。何本使われるんですか？今日は4本にしといてください。ありがとうございます。時間があるやつは5本使いますけど、今日は4本にしといてください。これも時間調整の範囲。そうです。で、帰りが出るって分かります？切った時にですか？いや、研いだ時に帰りっていうのが出るんですよ。いや、分かんない。今こうやって触ってますよね、はい、こういうふうに動かしてるの。こういうふうにこっちからこっちに向かって動かしてるの、はい、それで、包丁にグッと指を押し付けた状態でこういうふうにちょっと触ってみてもらって、はい、手汚れちゃうけど。いや私怖い。怖いんですけども、はい、歯触れないと研げない。あ、ザラッとしてるでしょ、うん、はい、で裏面を同じように触ってみてください。裏面はザラッとなってないでしょ、うんうん、さっきのザラッとしたのが返りって言って、うん、で包丁の、まあ、鉄ですね。鉄はですね、人生粘り、ぐにゃっと曲がるんです。薄くなったら普通に空き缶の鉄とか曲がるじゃないですか。あんな感じで、でいきなりみたいな感じ。そう組成変形っていうのをしてですね、ガラスとかあとセラミックの包丁はちょっと曲がりますけども、普通の陶磁器とかは変形しないで破壊しちゃうんですよ。壊れますよね。ぐにゃって曲がらないですよね。で力学的な強度の限界を超えると破壊にいきなり至る。それで変形してですね、外力を加えて、加えた後に外力を加えた時は変形するけれども、外力を離すと戻るっていうのはこれは断性変形って言うんですよ。砲弾の弾、弾丸の弾で、外力を離してもですね、そのまま変形したままになってしまう状態を組成変形って言うんですよ。で鉄は組成変形する。で今先のザラッとしてるのが組成変形した状態なんです。で、ぐにゃっと曲がりっぱなしになってる。要は薄さの限度を超えてですね、もう耐えれなくなったから曲がったきりの状態になるっていうのがですね、まあ、薄さの限界のところまで研ぎましたよっていう証拠みたいなもんですね。それで、刃先が、まあ、十分に研げたかなっていうのを確認してる。それがまだ刃先が、十分に鋭くなくてですね、これがこの状態になったままだとですね、組成変形にいかないです。そうですね。そう。だから今言ったそれがまあ返りなんですけども、返りが出てるっていうのはところまで研ぐっていうのが、基本の基本ですね。が研げてればまあ大丈夫ですよと。そのザラザラの感覚を確認してから。そう。荒砥石の段階でそのザラザラのところはもう確認してあるんですけども、十分に研げましたよっていう風になったら、白いのに変わって、で、これが中砥石でよく家庭で使われるやつで1000番ぐらいの。
これで完成です。このカメラが30分経つと自動的に電池が切れちゃうっていう仕様なんで完成です。いつの間にか電源が切れちゃった。はい、すいません。